僕がですね今年に入って一番もうドッキリしましたのは、ある女性 YouTuber さんの動画がですね突然削除されてたことです。もうドッキリ。デブです。2、3日前にですね、マナチャンネルさんかなっていう、その YouTube のチャンネルさんの、まあ、マナちゃんさんっていう方がいらっしゃって、そこで上げられた動画見ようと思ってたら消されちゃってたんで、YouTube さんから消されたらしいですけど、ドッキリ動画だったらしいんですよね。でまあドッキリ全てがダメなわけでもちろんないんでしょうけれども、その中でこれダメなんだっていうので結構話題になってましてですね、僕も見たかったんですけども、見ればね、これはダメなんだ、決して危険なそのことにチャレンジしてるわけでも、こう命に関わること、一般的にはですねではないんですけれども、この基準はダメなんだっていうのがちょっとあったもんでね、勉強させていただきたくて見たかったんですけどね、消されちゃってたん でその翌日にその方が挙げられた動画の中で、あれはダメなんだっていうお話をされてて、内容的にはなんかその、普段マスクをねこうかけてらっしゃる方なんですけど、顔さらしますよっていう風に、サムネでなってて、そこを見たんです僕も。で実際本編になったらその顔を外した瞬間なのかな、マスク外した瞬間なのかな、なんか怖い画像にバンと変わったみたいな、だから編集上のドッキリみたいなことなんじゃないのかなって、もう見てないのでちょっとわからないですけど、その動画の中の翌日の動画のお話と、そこのコメント欄のね、皆様のコメントの欄のことを想像すると、なんとなくそんな感じのことなのかな、それダメなんだなっていう、全てのドッキリがダメなんじゃないけど、この基準はダメっていうのは今後ね分かっていくと思うので、本当に健全にですね、人に迷惑をかけない、ように、気をつけながら、動画ね作らせていただきたいと思いながらもですね、僕ずいぶん実はテレビの方で、最近ですけどテレビの方とお会いする機会がいくつかありまして、そのうちの一つがドッキリを作ってらっしゃる方なんですね。ある曲でドッキリを作ってらっしゃる制作の方、それからまた他局なんですけれども、ドッキリ別な番組 のドッキリ、ドッキリだろうな、あれドッキリのプロデューサーさんとかで、それとまた別に、放送作家、ドッキリもやってる放送作家の方にたまたまこうお会いする機会があって、皆さんその規制のことですね、 YouTube のこと、 YouTube もよくご覧になってらっしゃるので、なんかそういう規制になったねっていうことをおっしゃられていて、でその方々が言う、テレビの方のね方が言うには、そらそうだよねっていう、そうしないと責任持てないもんね、 YouTube さんとしても Google さんとしても社会的責任持てないからねっていう、ちょっとその後でお話しさせていただきますけども、僕も実はテレビでは、この YouTube の方ではドッキリってほとんどね、ドッキリっていうほどのドッキリはさせていただいてないんですけれども、テレビでは結構いろんなドッキリ仕掛け人もやらせていただきましたし、ドッキリかけられたことはないんですけど、結構ドッキリ、マジック監修させていただいたりとかいろいろありましたですね。一番過激、実際はもう最善のその安全策を取ってやるんですけどね、テレビですから、間違ったことは起こらないようにはやるんですけれども、見た感じね、結構過激に見えるものとしては、まず爆破だったり事故だったり結構やらせていただいたんですけども、爆破に関しましては、オカリナさんって、おかずクラブの吉本のですね、オカリナさんっていう女性の芸人さんの方にマジックを僕が教えます、脱出マジックを教えます。で高速技に来てもらって、もう山の中で檻を作ってですね、檻の中に入ってもらって、そこから1分以内に脱出してください、脱出1分以内にできなかったら両側から檻が爆破されますって、それでそこから高速技から脱出して、鍵を見つけて開けて滑り台で降りて20メートルぐらい先に、寒い冬の中でやるんですよ、にその20メートルぐらい走ったところに、その爆破から免れるように温水プールみたいなのをこう池みたいなのを作っておくんですね。でそこに飛び込めば火からも免れるし、もう寒さからも免れる
って言うんで、そこまで走り抜けてくださいって言うんですけども、一応そういう話にしとくんですけども、まあ、1分経たないうちにいきなり爆破がボーンと始まっちゃって、でも追ってくるも一生懸命走って逃げるんだけど、追ってくるようにバン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 って両側から爆破がボン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 起こって、で最後ようやくたどり着いてバーンってそのプールの中に飛び込んだら、実は熱湯風呂だったっていう、すごいですよねそういうのは、やらせていただいたことありますけれども、YouTube じゃできないですよね。まあまあ、そもそもお金かかりますからね。多分500万から1000万ぐらいかかったんじゃないのかなと思うと、そういう意味でも YouTube 個人ではできないですし、規範からして多分今の YouTube だとね、多分できないかなっていうのと、でそれでなぜテレビでできて YouTube でできないのかって、まあ後でそのテレビの方側の意見、まあそれはテレビの方の意見ですからね、まあ本当かどうかわからないですよ。 Google さんに話を聞いたわけじゃないですし、 YouTube さんに話を聞いたわけじゃないんでわからないですけれども、まあそうだろうなと思ったら、あと僕やらせていただいたドッキリで過激だったのは、あの小峠さんですよね、バイキングの小峠さん、なんて日だっていう、あの小峠さんにあのマジックを僕がやっぱり教えして、小峠さんがロシアンルーレットみたいな感じでこう筒が1から6の筒がこう立ってて、その中に1個だけゲストの相川翔さんに、ナイフみたいなのを入れていただくんですね。でどこにナイフが入ってるか当てますって言いながら、1番には例えば翔さんが1番に入れたとしますよね。で2番の封筒には入ってないと思いますって叩き潰していくわけです、あの小峠さん。ところが何回目の時にかの時に、この本当は入れたはずのところにここは入ってないと思いますって言って、上からバーンってやろうとすると、これドッキリしますよね。で相川ちょっと待てみたいな感じになりながら、それでもバーンってやっちゃったら手にナイフがクサーッと突き刺され、もう串刺しになるっていうね話だけ聞いたらダメじゃんっていう、まあでもそれはテレビのくらい、コンプライアンス的にはまあ大丈夫だったみたいで、まあ今の多分 YouTube ではできないかな。それからその後も結構僕ドッキリはいろいろ番組でさせていただいたり、僕があのお蕎麦屋さんに扮してですね、お蕎麦屋さんに置いてあるその割り箸が短いんですよ。でお客さんがあれこれ短くて食べられないよって言うと、僕がえ短いですかふーってやると、長い割り箸になるとかですね、今衛生上ダメなんじゃないかな、まあ、いろいろ、まあ、でも、まあ、テレビ的にはあのコンプライアンス的には大丈夫だったことが結構、まあ、今までのですけどね、 ある中で、それからもう面白かったのが、僕がさせていただいたんじゃないですけど、その後モニタリングさん、さっき の, あの爆破のやつはは騙された大将さんっていう日本テレビさんの番組なんですけど、今度もう TBS さんのその後でですね、 TBS さんのモニタリングさんっていう番組、まあ、あれもドッキリっちゃドッキリなんですけど、あれで心霊ドッキリとかあるんですね。あれ僕マジック監修、出演はしてないですけど、あれマジック監修とかやらせていただいて、ゲストの方が控室でね待ってる間にいきなり心霊現象がボコボコ起こってくる、こういきなりペットボトルが浮いたりとかね、その時に、まあ、僕も結構裏でこう糸引っ張ったりとかやらせていただいたりとか、まあ、監修とかさせて、まあ、監修ですけどね、させていただいたりとか、YouTube、イッテ Q さんですね、世界の果てまでイッテ Q さんで、YouTube って言って、まあ、YouTube の、まあ、マネーパクリ企画、ロッチさんですね。が、体を張ったなんか実験みたいなのやってく、やってみた系をやってくっていうね、なんかネタないですかっていうお話いただいたこれはマジックだとね、いかにもいい嘘っぽくなっちゃうんで、やってみた系はちょっとマジシャンなかなかアイデア持ってないですよっていうことで、そこはまあ監修させて結局いただかなかったんですけども、そんなことで随分テレビの方のドッキリと関わりがあって、その、まあ、ある番組の監修を何年かさせていただいた時はですね、日本中のマジックの番組、世界中のマジックの YouTube 番組、それからドッキリも含めてですね、ドッキリのネタにもなるので、もう相当1日30時間ぐらいじゃないかっていうぐらいにですね、もう何年も何年も YouTube ばっかり、日本と世界ともいろんな国の YouTube ずっと拝見させていただいてた記憶があるんですけども、まあ中にはね、海外のも過激なのも結構ありますからね、それをこう真似して日本の方がやっていくと、でテレビではなんで大丈夫かっていうと、まあ
プロ集団がいますからね。やっぱり YouTube のいいところっていうのは、僕たちみたいな素人でも簡単に動画が上げられるっていうところの最大のメリットではあるんですけど、僕たちみたいに言っても素人ですから、僕たちみたいな素人が本当に真似事でやっちゃうと本当に事故がなんかが起こったりする可能性がねやっぱりありますので、それ社会的、別にそれで YouTube さんとか Google さんが訴えられることはないでしょうけれども、社会的責任としてね、あのダメだよって一言言っとかないと YouTube さん Google さんとしてもね、社会的責任が果たせないんじゃないかとかってね言われちゃっても困ると思うので、まあもっともっと規制は厳しくなるんじゃないのっていうのが、まあテレビの方のお話でね。でもやっぱりテレビって言ってもその発信元っていうのが大きくすると5社しかないじゃないですか。 NHK さん、 TBS さん、日本テレビさん、フジテレビさんで、テレビ朝日さんとかって大きなところが5、まあ、キー局が5個、5つしかなくって、それぞれまあ地方局を合わせると100あるかないかなのかなぐらいじゃないですかね。だから大人の人たちがなんか変なあのものを作ってないかなっていうのを監視するには 100曲ぐらいを監視してればいいんですけども、 YouTube ってだって日本国内で日本人全員が発信できるわけですよね。まあ、1億人いたとしたら、まあ、下手したら子供は無理でしょうけど1億チャンネルあるわけじゃないです、もう可能なわけじゃないですか。でそれで1人の人が2チャンネル3チャンネル持ったりすることができたら2億3億のチャンネルが存在する可能性がある中で、そこで何か事故が起こった時にそれ全部 Google さん YouTube さんが責任、社会的責任を負われ、ね、問われるってなると、そとてもたまらないから、まあテレビよりもはるかに、本来は規制が厳しくって当然なんだと思うんだけどねというふうに、まあ、テレビの方はおっしゃってたんですけど、それでもやっぱりそれでもやっぱり自由に発信できるっていうところはとても新しくてとても発展性がある将来に向けてですねものなので、その中でこう規制を守りながら危険のないように人に迷惑をかけないように面白いものを作っていくクリエイターの方がですね多分どんどん今後出てこられると思って、本当に登録者が1000万人2000万人超えてくるような方になってくるとですね、やっぱりコンプライアンスも相当高い中で相当いいアイデア出していかれるんだろうなと底辺 YouTuber は思っております。まあ、そんな中で頑張って今後も活動させていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。デブでした。